ション低いね。あ、そういう感じ。それではですね、今日は急斜面を克服する方法を教えたいと思います。一番知りたいかもしれないね。急斜面怖いじゃん。僕もタイが怖かったし、あのウサギじゃない、ウサギも怖いか、あの八方骨のね、袖黒ね、そこも怖い。うん、とにかくまあ急斜面でハイスピードで滑るってなるとすごく怖い。でもまずハイスピードは置いといて、とにかくスキーでとりあえずターンして急斜面降りれるようになりたいっていう人もいると思う。まず今日はそこをねやっていこうと思います。はい。で、なんで緩斜面は滑れるのに急斜面滑れなくなるか分かりますか？なんででしょうね。恐怖心ですよね。怖いよねやっぱり。怖いとどうなるかっていうと、体がねここに入れたのがこうなっちゃう。うん、恐怖心。そうだね。引けちゃうね。引けちゃうとどうなるかっていうと、体が遅れると足が出ていっちゃう。うん。そうするとさ、この出ていた足に抑えれなくて、ズン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 こう突き出ちゃうね。うん。まずこうなると次のターンに切り返せなくなって暴走するってことが起きるので、ターンを細かく切り替えていくっていうことが大事になる。そうだよね。はい。だからここで皆さんご存知、ステムターンでございます。ステムターン馬鹿にしちゃいけませんよ。ステムターンね、一番大事って言っても過言ではないね。ステムターンを何でするかって言ったら、急斜面に対応するためにするって協定にも書いてありましたよね。そうね、3本の矢の1つですから。そう。それでまあでも形をねしっかりこうやってやる必要はなくて、こう言って次に引き返せない、気持ちが切り返せないとかに頑張ってステップします。よいしょ。これはいはいはい。とにかく回そうじゃなくて、もう足を動かしてステップしちゃった方が切り返せるよね。まあそうだね。うん。じゃあこれちょっとやってみますけど、こんな感じでいい。デモンストレーターのね。今上手かったし。デモンストレーターのシテムターンしてた。うん。あのこれはまああれだよね。ベーシックなやつだよね。うん。うん。これ細かいこと気にしないで、とにかく開いて足をとにかく動かすためにちょっと重心も移動しなきゃいけないじゃん。うん。こういうステップをこうどうやって決めるかどうかっていうところが鍵なので。うん。急斜面で怖い。ああってなって。はい、ちょっとそんな感じで多分ショートターンになると思う。ショートターンね。ショートか、まあ、中回りぐらいか、ぐらいの幅でちょっとステップを入れてやってみます。 OK。 ステムターンをするっていうか、まあ、ステップステップね。ステップターン、ステムターンとステップ合わせステップね。はい、ステップターンでいきましょう。まあいいんじゃない。それできたらさ、なんか急車が降りれるよ。まあね、まあこれをやるのが難しいってところはあると思う。それはあの練習が必要ですから。それを説明するアウトじゃないの。あのね、簡単
リスキー上手くならんとしないでください。あ、なるほどね。厳しいね。難しいじゃん。厳しいね。それの助けになる動画だから。なるほど。全部は全部教えるわけじゃないと。で、皆さんがこれやってみたけどできないとか、うん、だからさ、鉄条で僕教えますよ。まあそうだよね。うん、これで全部ね、やれると思うな。厳しいな。でもさ、変えれないってのが一番の原因だから、でも自分でもこうやって変えちゃう。こうやってね、これがもう当たり前よね。で、この時にさ、ステップしてるけど前が開いてるままとか、はいはいはい、こうなっちゃうとステップしてるけど向き変わってないから、だからやっぱしっかり変えれるように。いや、一緒ってね。なんかさ、それ開いた時にさ、もう開いてそしたら進んでいくじゃん、スキーが、下に向かって、斜面の下に向かって、そこでもうスピード出ちゃって腰引ける人結構多いと思うんだけど、この時にもうこっちに乗れてる、こっちの外足に乗れてるとしても内足に乗れてるとしても、どっちにしてもやっぱこう前に進みすぎちゃって、それで急斜面怖いよねみたいな人多いかなと。遅れてるとか、スピードが出ちゃったとかって思うときって、そのスキーに乗ってる人間よりもスキーの方が速かったとか感じるわけですよね、だから自分もちゃんと落ちるとか前に進むって意識がないと、それはやっぱ怖さが出てくる。牛ってさ、自転車より遅いから。まあそれはね、ここで進んじゃうのさ。前で会えなきゃダメ。めっちゃ頭から突っ込むくらいな感じでもいいの？いや、それでもいい。最初は、うん、頭から突っ込めばさ、絶対前に体重集まってさ、次に詰まるから、うん、詰まればスピード遅くなるし。なるほどね。遅れることはない。まあ上級者の中ではやっぱ詰まりすぎてスピード出ないんだけど、まあいいじゃないかい。じゃあここでさ、ちょっとカービングターンやるんで。